はい。何事だ、こんな早朝に。そっちこそ何その格好。もう会社行くの？ああ、会社から戻ってそのまま仕事してたから。仕事？連休だったのに。マジ忙しいんだね、法律事務所って。いつ寝てんのあんた。これから一眠りしてからまた出社しようと思って。お邪魔します。何しに来たんだお前。美里ちゃんが泊まってるホテルで喋ってたんだけど、シングルベッドに二人で寝るのはさすがに狭いから。え、あの子はまだこっちにいたの？学校は？学校はギャルばっかで友達いないから行きたくないんだって。しかし親が心配するだろう。お嬢様っぽいし、あの子。それが心配なんかしないらしいよ。シンと同じようなこと言うんだよね。そのうち家出してくるかもな。はあ、シンな、しょうがねえよな、あいつ。やばいこととかやってなきゃいいけど、なんか最近人相違うし。人相って言えば、ヤス、私ずっと思ってたけど、グラサン外すとさらに人相悪いよね。うるせえよ。普通逆だろ。どっちにしても弁護士面じゃねえよな。なあな、寝るなら家で寝てくれ。一緒に寝る？何言ってんだ、ふざけんな。じゃあ帰ろ。待てよ。なんか話があったんじゃねえの？何があった？悪かったな、用もなく来て。お休み。